こんばんは、やっほー。みんな、やっほー。ゆいちゃーん。肘が結構全面的に確かに今全面的に肘がアプローチされてたわね。すまないわ。こんばんは、こんばんは。やっほい、やっふい、やっほー。こんばんみ、こんばんみ。肘がアプローチされちゃうどうした、どうした、どうした、どうした。もうどうもこうもないわよ。頑張ってるね。何を見てありがとう。そう、見て、まずまずだよ、黒髪にしたの。じゃんじゃんじゃーん。黒髪にして初ライブじゃない？はい、こんな感じで私黒髪になりました。黒髪になりましたがいかがですか？黒髪の方がかっこいいな。ほんと？そうなんですよ。黒髪になったらなんか一気にクールな感じになった。結構本当に久々の黒髪で、そう、真っ黒な髪は本当に久しぶり。いつもちょっと茶色に見えるぐらいの真っ黒髪にしてくださいって言うんだけど、もう今回は本当の本当の黒髪で、なんかワイルドですね。あ、本当？そうなの。なんで今回黒髪にしたかっていうと、8月から舞台が、8月から始まる舞台、呪縛の家っていう舞台がありまして、それが8月からもう9月末まであるんですけれど、そう、その舞台が黒髪指定だったんだ。で、そう、黒髪指定やったけん今回黒髪に染めました。久々の黒髪どうですか色を落としただけ？ 黒に染めたの？あーね、落とせないの色は。そうなの。もう結構入り込んじゃってたから髪に、だからもう完全に黒は後入れ込んでやってるんで、だから一時はもう染めないからね、ここから生えてくるもう自分の毛の色は本物だけど、そう、一時はねもう染めないんで、ずっと多分、まあ、9月末まではもう絶対に黒髪やから間違いなく、でそこから自分がどうするかっていうのは迷っとるね。可愛すぎてのた打ち回ってる。本当、黒髪懐かしや。黒髪を維持、そうだね、黒髪維持します。結構本当にツヤツヤで、そう、気に入ってる。ツヤツヤに見える、なんか茶色い時のよりツヤツヤに見える。わかるかな？だから結構ツヤツヤに本当にしてもらえて。ネイルはしてる？あ、したした。そう、ジェルネイル、あの一回落としたんだけど、ネイル、あ、ちょっと一回止めるね。あ、ごめんね、止めちゃった。そう、一回舞台のその呪縛の家のビジュアル撮影のためにネイルを落としたので、だけどあのあまりにも爪がボロボロになるから、ちょっとジェルネイル分かりにくい感じのジェルしてる、してるみたいな自然な色にしました。なんかシャレトンシャーやん。ほんと、ジーナは黒髪の方が可愛いすごいストレートに言うじゃん。
前回がピンク髪だったから加工税差激しい。ああ確かに舞台は、確かに前回の舞台は自分の髪じゃないけどウィッグでピンクの髪やったんよ。で、次の明日から舞台始まるんよ。明日から舞台本番なんだけど、2日間ね、まあ2日間、まあ、それは指定がなくて、それはね、もう普通に髪を結ってひとまとめにしてやるんだけど、でその次の舞台が黒髪指定があったから、確かにね差がいろいろありますけれど、金髪でしてみようぜ。あ、金髪もね、もし舞台とかドラマとか何か今後そういうお芝居系のお仕事で何か指定があったら金髪もやってみたいですよね。なんか仕事でやりたいな、自分で染めるっていうよりかは仕事で染めることになりましたっていう感じでやりたい。だから今回の黒髪も実はその舞台でその指定がある前から、あ、黒髪にしたいなと思い始めた時期があって、ちょうど1ヶ月前ぐらいかな。なんかずっと茶色い髪だったけど、なんか黒髪の方が似合うんじゃないかなって自分的に思ってきて、そう顔つき的に、だから黒髪にしたいって思ったけど、ちょうどその舞台の指定で黒髪指定があったから、あ、じゃあそれに合わせてやろうって、じゃあそれまでちょっと茶色の髪で楽しんで、黒髪の時は舞台のあれでってことでちゃんとやろうと思ってやりました。部屋暗めね。あ、そうね、部屋暗め。もうお家帰ってきたらね、そう夜はね明るくしないんです。ジェルテンション上がるよね、わかる。てかね、そう爪がその一回ジェルオフしたんだけど、ボロボロすぎてボロボロになっちゃうの。そのずっとジェルしてるから爪が薄くなってて、やけんその何も塗ってない状態で日常生活してると折れちゃったりとか、もうここから亀裂が入っても、あーもう割れるみたいなになっちゃって、あーもう無理だと思ってジェルネイルした。お顔が可愛いから何でも似合う。似合う、ありがとう。前回の舞台懐かしいね。ジーナはずっと髪長いね。そうだね、ずっと髪長い。多分ね、短いのは似合わないから切りません。ジーナの博多弁にやられるに、やられる。やられちゃえ、やられちゃえって博多弁難解な。やっちゃけんやっちゃけんな。グレージュ、グレージュもいいね。落語だから黒髪なのかと思った。そう落語だし、落語も黒髪いいなと思ったんだけど、それよりかは呪縛の家に合わせてですね。っていうか、あの広告見るとかなり力入れてる舞台だもんね、呪縛の家。そう呪縛の家は本当に素晴らしい役者さんの方々が出てらっしゃって、あのね、片岡鶴太郎さんとか結構有名な方が出てらっしゃったりとかで、今回まだ公開されてるんですけど、池袋の駅の方に結構特大な広告が今貼られてまして、それを私も終わるまでに見に行きたいなと思ってて、あと2日間ぐらい飾られてるかな、それまでに見に行きたいです。黒髪と息をメリハリ大事だね。そうだけんずっとね、そう黒髪したかったけん嬉しい。なんか自分的には結構この黒髪好きで、あ、小さいお顔がより小さく見える。そうなんか顔がはっきりして見えるなって思って、
そうだから自分の目の色がもともと黒やけん黒いいなって。そうで顔がはっきりして見えるし、なんか顔が白く見えるなって思った。爪の美容液塗らんと。そうやんね。いや塗っとっとよ、塗っとっちゃけど、ここら辺はもうその何も塗らんかったらどんだけケアしても折れるっちゃん。そう絶対にね。だけんもうジェルせんと無理と思ってやった。一回やるとボロボロになるけんジェルなしでは生きていけん。わかる、一緒一緒。部屋着どんな感じですか？今はもうこんな感じですね。これに行こう超楽ちん。暑いしね。あっていうかそう暑いしねっていうか、アニョハセヨー、アニョハセヨー。声が聞こえない、聞こえます？令和落語のウェブ、ん？福岡公演チケット取りましたよ。お、ありがとう、嬉しい。そう今回のその呪縛の家は、東京の公演と大阪の公演と福岡の公演と3公演あるんですよ。あ、3公演じゃない、3公演じゃない、あの3つの場所で、そう3件でやらせていただきます。そう福岡公演もね、ありがとう。ジーナはセクシー、ありがとう。元気そう。そうなのよ、聞こえる場合。あ、よかったよかった。電気消しました、いつでも寝れる。あ私と電気消してるの一緒じゃん、一緒ぐらいの暗さかな。じゃあっていうかそうなの、あの元気って、大丈夫って言ってるコメントの方、コメントの方私やばいな。そう元気ってコメントしてくれる方、くれてる方がいらっしゃるけど、うん、池袋は植民地。お、いいじゃん。うん、そうでね、実は昨日まで体調崩しとって、だからうん、そうなの。芸名は、名前は、高次名ゆいは芸名でもありません。高次名ゆいは芸名でもあり本名です。イエイ。そう実は昨日まで体調崩しとって、今も実際ちょっと喉痛いっちゃけど、まだでも昨日までめちゃめちゃきつくて、あ昨日はまだ元気か、一昨日までが本当にきつくて、そうもうあのコロナとかインフルエンザかなとかって思ったけど、ちゃんと病院に行って検査してもらったらどっちも違ったんで、でちゃんと検査してもらったら扁桃炎でした。そう唐揚げ作っとったの笑った。そうあのね、いつやったかな、ちょうど1週間前かな、1週間前ぐらいから喉が痛くなり始めて、なんだろうなって。でカラオケ行って歌の練習とかしてたの私、だからそれで喉やられて痛くなったのかと思って、で3日間ぐらいずっと、もう4日ぐらい喉ずっと痛くて、あもうカラオケのあの歌いすぎで筋肉痛になっちゃってるわみたいな思ってたら、ちょうど3日前ぐらいにブワーって熱が出て、でそれがもう9度、39度2分とかそこまで行って、はい終わった、私はい絶対どっちかやみたいな、インフルかコロナどっちかやって思ったんだけど、どっちも違った、扁桃炎だった今風邪めっちゃ流行っとるらしい。そうよね、なんかね、またねコロナもまた増えてきてるらしいですからね。そうで熱が出た初日はなんか、そう熱出た初日普通に出かけてて、ケア、いろんななんか美容ケアとかしてて、でその時からなんかもう息苦しいみたいだし、なんかちょっと寒いしっていう、
めっちゃ外暑いのになんか爪真っ青で寒ーみたいな、私絶対どうかなってるわって家帰ったらもう白土。よかった元気になって。で次の日も39度以上で超きつかったんよ。でもなんか自分でなんかしたくて、熱冷ましを飲めば熱が下がるけん元気やったんよ。でその元気な時間を見計らって、その時間であの唐揚げとなんだっけ、唐揚げとなんか作った食べた、あ唐揚げと焼きそばだ、唐揚げと焼きそば作って食べたのと、あと次の日は何やったか、なんかまた違うの作ったんだよね。そう、熱めっちゃ出てる、めっちゃ出ててさ、あの味味覚がちょっと変わるじゃん、熱出てる時って。なんかこう味が変わるやんか。で私熱出てるくせにちゃんぽんを食べたりとかそう、なんかよくわかんないもの食べてた。あ、ペペロンチーノだ。あ、パスタだ。パスタと唐揚げ作ってて、その日は。で、その次の日に焼きそばと、なんか豚ととろろの梅あえみたいなやつ作った。でやっと昨日熱が下がって、そうで今日も熱が下がって無事に美味しくご飯が食べられるようになりました。そして無事明日舞台令和落語2023の陣舞台初日を迎えます。イエ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 イ、はい、今日は俺誕生日なので。本当ですか、ジーナの可愛い姿見れて嬉しいです。本当に誕生日か、おめでとう、誕生日おめでとう。この世界に今日は誕生日の人は何人いるんだろう、この世界に。その中の今日は一人です、おめでとうございます。そして明日は私の令和落語の初日です、おめでとうございます。はい、そうなんです、明日は初日ということで、今日はあのやっと小屋入りしてきてリハーサルしてきました。落語って見るのにドレスコードないよね。ないないない。落語するの、そうなの、落語。おととい誕生日やった、おめでとう。おとといも大阪公演っていつだっけ、あーシーリンクを見てくださいはい、そうなの、明日はね、うん、思い出のラブソングに乗せて見ていただいた方からとても良かったよってたくさんのコメントもらってますよ。小野寺健介さん、うわありがとうございます、良かったです、ありがとうございます。落語見たかったな、お見に来たよ。ちゃんと落語理解できるかな、そうだよね。どこのプロダクション、株式会社 4U です。ハッピーバースデー優しい花束令和落語今までで一番楽しみだ舞台。ああそうね、そう言ってくれる人もいるんだよ。落語がね実際に大好きだって人もいて、そう嬉しいよね、そう言ってもらえたら。大阪は最後やね、さすが。大阪は9月です。小屋入りしたら小屋から出れんのかと思ったそんなことあるめっちゃ面白い。
そんなことないよ。小屋入りっていうのは場所に行ってそこでリハーサルしたよっていうするよっていう日、そこで出ない寝泊まりもするみたいなちゃうわ今日はさやねんの誕生日です。さやねんさんのお誕生日か今日は。そうだ、おめでとうございます。さやねんさん大好き。本当にね、最新のビジュアルも 見ましたけれど、めちゃめちゃ綺麗でめちゃめちゃ可愛くて本当に素晴らしいです。大好きです。今日バーガーキング食べた。いいね。4日前誕生日やった。おめでとう。4日前おめおめうん、誕生日どうでもいいとか言う人どう思う？よくわかんない、そういう人は誕生日がまあどうでもよくなる時もあるわね。70歳とか80歳とかなると、そんぐらいかな、その人は。もしかしたら座布団の大きさ何時だろう、わかんない。評判いい令和落語、そうらしいですよ本当にね。今日はだから、あ、大阪公演は9月21日から9月24日らしいです。さすがです。うふふ、あ、監禁やんねえ、監禁、それ監獄やんみんなからの総ツッコミが。俺も最初小屋入りって何と思った。確かにね、私も最初はそう思ってたわ。 YouTube のナレーションめっさうまいね。は最後のはって何YouTube のナレーションめっさうまいね。は何、なんか私は何どうかした晩酌しながら見てるやん。ありがとう。私はお水を飲みます。ちょっとねまだね喉違和感あるけんね、気をつけんといい感じだね。 What's up、最近はるたに会った？この前ね YouTube でねはるかと一緒に撮ったよ。その時のやつがね、あれ、まだ編集できてないんだけど、もうちょっとで編集かかりたいと思います。あと5ヶ月で誕生日です。長いな。今度で舞台は何本目ですか？あ、その最後の、はとか、あとか何なの？あ、違う人か何本目だろうね。結構出させていただいてます。歯は打ち間違いではグビグビた。蜂蜜やな。なんか欲しくない？欲しい欲しい、洋服欲しい。洋服とバッグと靴欲しいです。暑いし忙しいから。体調気をつけて。ありがとう。来月が誕生日おめでとう。来月か、また来月ね。なんだかんだ言って舞台などで会える機会続いていますね。そうなんです、たくさん出てて何作目か分からなくなったねえ、ほんと出させていただいてますよ。で今日は本当に小屋入りしてリハーサルしてきたんですけれども、なんかちょっとここ赤くなってる。そう、リハーサルしてきて大きな座布団に座ってねやってきたんですけれど、やっぱ一人落語めっちゃ緊張する。なんかだって結構ずっとお家にいる時とかね、なんかお風呂入りながらとかは特にずっとプツ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 言いながらやね、一人落語の練習したりとかしてて、でね、一人でこうやってやってる時は絶対にセリフを飛ばしたりとかもしないのに、やっぱり実際にあの場に立って座って座布団の上に座って喋るだけでもう最初の一言も忘れたりとか、なんかやっぱちょっとなんか飛ばしたりとかしちゃうもんね。だからやっぱ緊張するわ。どこ赤くなってる、何、もうやだやだ。もう明日は本当に緊張するけどしっかりと頑張りたいなと思います。
独壇場だけどその分のプレッシャーが。そうなのよ、独壇場のさステージってすごいことじゃん。一人でずっと喋れるんだよ。そんなに嬉しいことないじゃん、独壇場って。かつてないよあんまりね。一人でステージに立てるって嬉しいことじゃん、めっちゃ。ただやっぱりね、緊張するね。歌とかだったらまだいいかもしれないけど、話すのって全然違うわ、また。うん、でもしっかりと練習もしてきたし、うん、頑張ります。楽しみ、みんながどういう風に。そう私ね、今日言われたのが、ジーナもっとリラックスしてって言われたなんか昔からさ知ってくれてる人はわかると思うけど、なんかゆいさ、めっちゃ背筋がさピーンってしてるのわかる？背筋がピーンってまっすぐらしいのね。それがずっと話してる時もなってるらしくて、なんかお辞儀とかもめっちゃまっすぐらしいだけどもうちょっと腰をリラックスさせてみたらみたいな言われた背中か、そうなの。セリフが飛んでも温かく見守ってますやそう、体調整えて頑張ってね、ありがとう。確かに落語家は猫背のイメージ。あ、そうなんだ。ゆいちゃん自身も楽しみつつだね、ありがとうふふ猫背だから羨ましい、本当。そうで、やっぱりね、落語ってもちろん喋る側も緊張するけれど、何よりもファンのみんなの方が、ファンのみんなっていうか、そのお客様、見に来てくださってるお客様の方もすごく緊張するらしいのね、やっぱ。なので私も最初喋る前にお話に入る前に、みんなの緊張を、私自身もだし、皆さんの緊張も解きほぐす、うん、お話をしたいなって思うから、みんなも見るときはジーナ大丈夫かなって緊張すると思うんだけど、よかったらリラックスしてみてください緊張しないで楽しく見てもらえたらなっていうのが一番思うから、みんなにはね、やっぱ緊張しないで見てほしいんで。うん、お、舞台でこけるんですかいいね、最初に私が入るときにこけちゃえばいいのか初挑戦は失敗しても次の糧になるよ。確かにね、だって落語なんてね、初めてだから、いつも通りニコニコしながら見とくね逆に辛いわ、なんかニコニコして見てくれてるみたいな、あ、私の緊張を解きほぐそうとしてくれてるんだねみたいな、逆に辛いわ緊張しちゃうかも、でも思いっきり笑いたい。いや、そうだよねいや、緊張しないで、本当に見て見て。日曜日の舞台指定席はソールドアウトだね。あ、本当に？よかった。滑ったら笑ってあげる。あ、滑ったらね滑ったら笑ってくれるんだ。うんうんうん。でも結構本当にやっぱ落語ってお笑い要素が少しずつ組まれてるんだけど、
あ、これ笑わせに来てるなってやっぱ感じるところは少々あると思います。まあそれをね出さないように私は頑張るんだけれど、うん、そこをねあの冷たい目で見ずにどうにか温かい目で見てくれたら嬉しいななんて思っております。だからみんながいてこその令和、あのみんながいてこその落語なのでね、独壇場だけれどもみんながいてこその落語、みんながいてこその舞台だからみんなで一緒に楽しく作り上げられたらなって思います。なのでぜひぜひ明日はあのリラックスして楽しんで見てもらえたらなって思います。はい、じゃあ緊張しとくねそれもそれでね冷たい目で見ないで。うん、それでお願いします。すごいここが赤くなってきた。これ多分ね明日には治るやつだ。配信あるの？配信はねあったかな？あ、なんかカメラはねあったから多分配信じゃなくて今後多分ビデオとかになるんじゃないかな、わかんないけど。フラレニキビ？思われニキビじゃなくて？あ、後日配信予定4だって。さすが。令和落語は、後日配信されるみたいです。すごいすごい。インドネシアからのご挨拶。コップンかー。絶対違う。絶対違う。ナマステ。日本でトップにするよ。してくださいよの。日本でトップに。できるんですか？見たかったからよかった。ああ、そっか。見に来れない人もね、いたからよかったです。そう、後日配信されるみたいなんで、私しっかりと頑張ります。明日からの4公演。あ、4公演じゃないわ。4公演か。うん。部屋暗。そうなのよ。いつもね、お家はね、もうずっとこの暗さよ。みんなは明るくするの？ちゃんと。一人暮らしし始めてからもう部屋真っ暗よ、私は。あ、3公演で、やっぱり。もう私がねしっかりと把握してないからみんなが3公演だよ、3公演っすって本当によろしくないわに。あ、あと YouTube もね最近始めたからみんな見てる？ YouTube も見てくれてます？あのもう本当にね暇な時は永遠と YouTube の編集をしてるよ私は。ハリネズミ可愛かった、よかった。影マネージャー転職活動中。お、頑張って。転職すごいすごい。転職やってるの頑張ってね。見てる、面白い、ありがとう。 YouTube めっちゃ良くて癒される。 YouTube 見てるよ。え、ありがとう、本当に。いや嬉しい。YouTube の編集大変大変。本当に YouTuber さんすごいなと思う。ナレーション独特で好き。YouTube 始めの下りの話、社長さん書いてたけど。あ、そうね。YouTube そう始めるとき、なんで始めたのかっていうと、そう。まあ、ね、あんまり、嫌だけどその言うのね、
なんかやっぱ暇な時間も何かできないかなっていうことでみたいなそう、うちの社長がね昨日ストーリーにいろいろ書いてくれてて、まあ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 自分がやれることをみたいな、プラスいやそんな社長のインスタの熱い思いを読んで泣きそうになったよ、いやただ自分がね本当に何もできてなかったからそうっていうだけ、本当にそう、本当にあんなにすごいとかじゃないんだよ、本当にそう。 YouTube 初回の自己紹介なんか新鮮だった。あ、本当？なんだろう、好きー、ありがとう、好きー、嬉しい。でね、少しずつ本当に編集を覚えてってる。モザイクのかけ方とかもやっと覚えたし、編集アプリもいろいろあるんだなっていうことも最近いろいろ勉強になってるし、そう、 YouTube チェックしますね、よろしく、フォローよろしく、いいねもよろしく。編集めっちゃ上手よ、さすがゆいちゃん、キャー。編集は基本パソコン、 iPhone？ ずっと携帯でやってたんだけど、ついに PC をゲットしましたそうなのよ、 PC をねゲットして今は PC で頑張って編集しております。私 PC マンになりました、なんとなんと。そう、 MacBook 買いました。キャー、奮発してキャー買いました、キャーこれがちょっと何の意味か分かんないけどMacBook 買いました、キャー意味分かんないっていうを車で走ってみた。いや、車検なんだっけ、免許持ってないんよ。 PC レディー、そうなの、お金持ち、そうでしょお金持ちじゃないわよ、超頑張ったんだから。工事のゆい、ギャー、MacBook 買いました、ギャー私の心の気持ち、ギャー本当に免許取ってないのか。あ、でもね、取るつもりなの。そうなの、免許取るのも動画にしたいなと思ってる。だからで免許取って、自分の運転しながら YouTube 撮ってっていうのが今の私の夢目標。夢って言っちゃいかんとよ、夢って言ったら叶わなしいよ。そう。だけん、目標って言わんといかんらしいよ。ギャーちょ、頑張って、ギャー、ありがとう。はい、ということで。そうだね、お母さん乗せてドライブもしたいね。そうだね、心配するしね。合宿行くとかな、車とバイク。いや、バイクはね乗らんかな、本当はねバイク乗りたいんだけど、多分 お父さんが怒られるけん、ちょっととりあえず車かな。あれ、なんで配信、あとね、なんで配信、黒髪になったからみんなに見せたかったっていうのと、明日舞台の初日やけん、見に来てねとか
ていうのと説明しだすっていう、これいる真面目すぎんなんか知らんけど、私もうやだな。そう、見に来てねっていうのと明日から始まるよみたいな、今日こんなんだったよみたいな、特に理由ないわよそういう感じ。ということで、明日から2日間令和落語舞台よろしくお願いします。あのまだ多分当日券とかもあると思うんで、ぜひ今の話聞いて気になった方がいればぜひぜひ見に来てください。 YouTube コンテンツはいつ再開されますか？お、あの昨日投稿した件見ていいよ、見ていいよ、見てください昨日ね投稿したの、ハリネズミの投稿を見てください。あ、元気そうだ、あ、そうだ、私元気になったよという配信でもあります。そう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 、あのずっとねあれやったっけ、さ、何やったっけ、最近ね物忘れが激しいの、何話してたっけ、ずっと扁桃炎やったっけん、そう元気になったよっていう、そう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 、なんで、はい、明日から2日間落語をしっかりと頑張りたいと思います。とりあえずはぜひ見に来てください、よろしくお願いします。見に来てくれる方よろしくお願いします。私はあなたの中国人のファンです。おー、シェイシェイ、 Thank you、 シェイシェイ、シェイシェイ、シェイシェイ、ワクワク、頑張れー、ありがとう、頑張ってね、こっちも頑張って笑うぞ頑張って笑わなくていいのよ笑うっていうのは頑張ることじゃないからね。うん、じゃあ明日から2日間みんなよろしくね。じゃあ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 、ありがとう、あ、令和楽頑張れ、ありがとう、またね、明日から頑張ります、じゃあねー。なんかあのサムネイルだけど、サムネイルだけ撮っとこう。オッケー、おやすみー、ゆっくり寝てね、おやすみー。ほら見て、こんな赤くなっちゃって、ゆっくり寝てね、おやすみー。